それじゃ伝わらない。同じものを持ってないんだからやっぱ伝わらないんじゃないですか。ただ子供の頃の男の子の耳も直接チッポっていうことが、わざと言ってるでしょ。わざと言わなくてもいいのに言ってるでしょ。直接チッポを握るっていうことが気持ちいいって思わないでしょ、うんうん、思ってなかったんじゃないですか。いやー、俺も同じボールでも野球しかしてなかったからね。バットと始めたのいつですか。僕5年生の時に自分で開発したんですけど、僕はね中学生だったね。教えてもらいました。本あのね、やっぱりね中学校になった時にもう余計なこうね知識がいっぱいこう渦を巻いてやってくるじゃないですか。僕本当に、ね、野球少年だったんで、うんうん、何も知らなかったんですよ。だけどそういうのが大好きな連中がやっぱ中学になったらいっぱいあるじゃないですか、うん、僕はもう本当にね今でも覚えてるのが電動こけしが全然知らなくて、うん、で、もう普通にこけしが、電気で、なんか、ブーンって言うのかと。なんか、そうそうそう、なんか面白いおもちゃなのかと思ってて、知らずに、黒板に先生が来る前に電動こけしって書いてけよ。先生なんかこう、なんだこれとか言ってくれるぜとかっつって、でっかく電動こけしって書いて、すっごい怒られた記憶が今でもあって、もうそれがね、いまだに覚えてるぐらい俺何にも知らなかったのね。そこからそういう世の中にそういうものがあるんだと思ったら、エッジ関係の情報ってすげえんだなと思って、かき集めたその日か中学その時からいろんなエロをしたら、もうすっごいもうなんかいっぱい集まって、うん、いいっすね。もうなんか青春だね。中学でもう青春ですか。そうです。早いっすね。いやいやいや、やっぱあこれやっぱエロこれだな。やっぱりその時にあの早く落ち着いたんですね。そう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 、もう全然何が楽しいんだか分かんない。それもまた問題ですけどね。もうテレパシーで大丈夫。これテレパシーで大丈夫。神か最近は。テレパシーでもしちゃってるから。逆に言えば、逆に言えば、あの子もあの子もあの子みんな。セクハラですよ。言わないもんだって、口に出さないから大丈夫ですよ。それは、俺のもう中ですから。セクハラですよ。口に出してないから大丈夫ですよ。全然。もう本当。だから見ただけで、だって全部わかるもんだって、俺。どんな感じになるか。どんな感じになるかわかるし、どんな体型してるかも全部わかる。どんなおっぱいかとか。もう全部わかっちゃうね、服の上から。どのぐらい絞るかとか。そう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 。どれくらい来るかは分かんないけど、形とか分かるね。胸とかお尻とか、ね、はいはいはい、もう全然ボディーラインとか分かりますよ。大体。それあんまり女の子の前で言っちゃいけない。言いませんよ。言いません。これ密かな楽しみですよ。そんな話はいい。俺はそういう話をしに来たんじゃないんだからね。もうダメだ。あんまり誘導しないで。ラジオで言っちゃったから。いや、そう。聞いてるあの業界の女子はこれ。これぐらいは別にいいんですけど、僕はあの露骨な話題は出さない。こう。具体的なことは言わない。大丈夫ですか。もうな、ダメなんですよ。具体的なことに対してあんまり免疫がなくて。小林さん、これからスタジオ行ったら、あ、小林さんに私、ボディライン全部見られてるって思われますよ、みんな。あ、それはいいんじゃないですか。それはゾクゾクしますね、逆に。思っていただいて。はい。皆さんも、ベルゼブブ、いや、小林さんには気をつけてください。いや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 。以上、暴露ですよ、ベルゼブブさんでした。